はい、どうもタッシーに会いに行きましょう。おい、あれ、おい、何も起きねえぞ。あ、来たか。違う、写真。え、ここなの、ここで写真なの。駆けつけるのも早い、撮るのも早い、天才写真家です。思い出の写真を撮りますからね。さあ、こっち向いて撮りますよ。チーズサンドイッチ。おい、ピースピースしねえ。まあ確かに確かに、強しはこいつとは初対面ですから。おお、いい写真が撮れた。この写真はきっと最高の思い出になりますよ。ちょ待って、ネッシー、タッシーかと思ったんだけど、ピューピュー吹いてないね。ちょっと吹いてない、やばいやばいやばい。ちょ、もう一回寝ますわ。もう一回寝ますわ、こいつと寝ますわ。で、風吹いて、しかも壊れたスプレー、壊れたなんちゃら直さねえし。え、なんか違う、エアガンの方、あれ、紅茶の方行かないとダメなのかな。吹いてる吹いてる、来た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 。これであのスポットに立つと、そういうことですね。絶対いる。うい、お、来た、キャッキャッキャッ、今ガムをくれ、キュッキャ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 ッキッキュッキャッキョ。そして俺に任せるんだ。浮いて、おお、かわいい、笑ってる。え、あ、来てくれた。左上のさ、あの観測隊、どういう気持ちで見てるんだろう。見てるとこ全然違うけどさ、全然違うとこ望遠鏡で見てるけど。あ、これで行くと。タッシー、いいね。私もテッシーですけど、こんな顔してます。こんな感じです。これで南に行くと。いいね、トランペットかな。素晴らしい。トロンボーンも入ってんの、奥に。お、あ、ウッキー来てくれるよね。あ、何も言わずに、かっこいいな、何も言わずにスーッて。これが出会いと別れなんだな。さあ行こうか。おっ、あ、いや、びっくりした、いた、あいつ、よし、おら、行くぜ。どれほどの強さか試してやる、暴れゴースト。違う、暴れゴート。ゴーストはまだ早い。分度器、お、まあまあだな。いや、角度やめとけ。おい、こいつは守備力が高えのか。オッケー、牛に勝てるからね、もう牛に勝っちゃうから。あ、やべ、これ PP だけだ、騙された。そうだよな。こういう時クッキーっていいよな。40ぐらいあったっけ、35か。ここ行けば、あー、出たー、こいつなんかブリックポート。このダンジョンは入場料入れません、どうぞどうぞと。これ向こうに出られるのかな、こいつのいる意味。ようこそ私の低予算ダンジョンに、ブリックロード。ああ、何それ。ああ、ザーン。
大丈夫か、こいつ。あー大丈夫、危ねえ。ちょっと攻撃力あったやつだもんね、こいつ。オッケー、後ろ向いちゃったけど、よし、ナイス。いや、低予算ダンジョンつうからさ、なんか敵いないと思ってたから。じゃあまあ一つ一つやってきますか。ちょ待って、宝箱取れそうなやつは先行こうか。あー、天才出た、天才、天才パターン、天才パターンダンジョンス。やっぱ低予算ならぬ天才。全然低予算じゃねえ。まあ、低予算か。くっそ、騙されたわ。右下にもなんかありそうだね。壊れたアイロン。やりやがるぜ。まあまあまあ、でもここ一個下、ここもう一本道になったね。でこいつ倒して、突っ張りダック。おっ、わっ、攻撃力なかなかあるじゃねえか。おっちょっと席でじゃん、ここ行かないと苦しいぞ。オッケー、よし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 。おお、だいぶ回復。殺虫スプレー。落下物に注意。え？ここでも写真？早くない？ペース。一応向けるんだね、顔は向けてあげるんだ。あいつ強いからな、突っ張りダック。気をつけろ、さっさと決め、おしおし、転んだ、決めちまえ決めちまえ、おっしゃ、ラッキー、ラッキーパターン。オッケー、あの宝箱どっちでしょうか。はい、普通の宝箱。おー、クロワッサン、ナイス。あれはネズミがいるので、おっ、おお、そんなところにもあった。なになに、これ何？俺なんかどうせ、俺なんかどうせか、どうせ精神。でまあいただいときましょう。あ、電話が、電話かな、あの下、左下にあった黒電話。そうだな、痛恨やってくるんだったな。そうだ、痛恨が痛かったんだ。そうだそうだ、通常攻撃はどうでもよかったんだ。ショックガン、ショックガン強いぞ。序盤でのショックガン最強説。装備する、怒られた。よし、であれが電話か。おお、はいはい、ガウスの研究室。なんだ、強しか。冒険の記録をつけてほしいんだな。はい、よし、つけたぞ。もう休むのか。いや、続ける続ける。お前ずいぶん頑張り屋になったな。俺ももう少し頑張ってみるよ。ファイト。優しいパイセン、超優しい。怖い先輩いる、絶対怖い先輩。これさっきまでいなかった、さっきまでいなかった怖い先輩。一応回復するか。
最大 HP は、まあほぼ最大 HP。まあ行こう。ちょっと簡単すぎたかな。わしは、おお本人、ダンジョン職人のブリックロードと言いやす。ダンジョン作りに命をかけてるでやす。わしの技術とアンドーナツ博士の知恵が重なれば、わしは人類史上初のダンジョン男になれるでやす。いつかまたダンジョン男としてお会いしましょう。ところで一泊休んでいき、あ、大丈夫です。休んで直すのかな。あれ、いってらっしゃいでやす。ああ、だから猿ビビるから急に早いやつ。これダンジョンがすごいな。うわ、ガチダンジョンだ今度。うわ、ハエだ、ハエがいる。ここから雲行きが怪しくなってくる感じでしょうかね。で、テッシーとリボンが捕まっているところにたどり着くのかな。あの墓場、あ、そっか、墓場にあったあのテッシーたちの話ね。テッシーたちのツウィーク、あそこにあった墓場の奥にあった階段から、そこから次の町に行けるのかな。おそらくあそこ行けなかったんで。そうすると、それを考えると、今このツヨシがテッシーたちに合流して、まあなんだかんだ言ってあの墓場のところにから次の町に行くっていう、そういった流れになるのかな。ああそうでしょう。ハンバーグ、これは、これ関係ない。怖いよこの曲。てーん、てーん、てーん、すげえ来た。てーん、てーん、すげえ来た。あれ、キノコいねえじゃん。ペンシルロケット。これはちょっと取っといた方がいいかもしれないな。ディフェンススプレー。とりあえず、数減らそう。スパーク、スマッシュが来なければ。おっしゃ、キノコ。あ、あ、これも敵。キノコはね、ちょっとかかっちゃうと嫌なんで。スマッシュ来たー。ちょっと自分待ってた感があるんだよね。ダブルスマッシュ。スマッシュやられても気持ちいいんだよな、なんか知らねえけど。殺虫スプレーかな。よし。で、バターロールを使うと。怖い。トゥントゥーンっていう、もう絶対世にも奇妙な物語だったらもう絶対現れているやつ。ペンシルロケット、ノーマルなんだ。わ、幽霊の曲になっちゃってるもん絶対これ。くそ、あー、もうダメだな、行くしかねえ。逃げられ、あーダメか。いや、これ普通に戦ってもやばいぞ。うわー、絶対か。2ターン無駄したな。強っ。ハンバーガー、おい、どこかな。あー、ラストセーブのところか。
まあしょうがねえ。いや今のはねしょうがない、しょうがない、マジでマジで。行こう行こう、気を取り直して。あのねマジでキノコにされるのが嫌だったんで、まあ実際倒せてたか。最初逃げなければ。まあ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 。オッケーオッケーオッケー。行こう。どんどん行こう。ドッピュー来た、ドッピュー来た。よし、これで結構楽になるな。こいつはドッピューじゃねえんだよな。ネズミクラスはもういけると。絶対ネズミの方が強いと思うんだけどね。もう1レベル欲しいね。そうするとハエがついてる。ハエナメクジ付きだからか。もう1レベル、あー来ない。もうね上がると思いますけどね。お、緑いった。あ、間違えた。完全にさ向こうから来たけど。よし、これでもういけるっしょ。あーまだか。やっぱり正面だと確率低いのか。裏から入らねえと。でも上登って、うわあいついるし、あいついるし。回復がクロワッサンとハンバーガー、まあハンバーガー使っとくか、もったいねえけど。ペンシルロケットいっとくか。とりあえず一発ぶち込んで、こう、あーまあ一撃で倒せんのか。まあしょうがねえな。うわほら全然レベル違うもん。キノコ出てきちゃいけねえ的だって。まだー左行けたのかな。あー惜しい、一撃でいけないのでかいんだけど。ほらこのダメージがあるから。くークッキーかーい、クッキーかーいっていうね。なんかさちょっと嫌な予感がするんだけど。左見えます？嫌な予感するんだけど。え？あ、そうか、上から、そうか、猿で、そうか、そういうことか。猿でやってもらうのかな。まあまあしょうがない、しょうがない。あのクロワッサン使わなかったのもこのため。使って HP 削られるんだったらって話。これ一旦戻った方がいいのかね。ペンシルロケットだからね、あれ取っとくべきだったのかもしんないね。あれボスに使えば絶対一撃でしょ。しくったな、ちょっとしくりましたね。ジャイアントステップ級のボス来たら危ないぞこれ。お金手に入ってますよねこれ。銀行に預けたやつは
多分マイナスにはなってないと思うんですけどね。とりあえずこの動画内であそこにはたどり着きたい。くっそ逃げ切れんか。60、58で死なないで60で死んだと。キノコやべえよなこれ。ただこいつら級を倒さないとボスに勝てねえぜっていうそのメッセージかもしれんね。うわ使っときゃよかったわ。いや魔法マジで覚えねえのか。え？そういうこと、こういうことでしょ。おい。左になんかあるよな。これもう絶対宝箱。おっす。絶対宝箱ある。え？どっちが正解だこれ。でも、迷ってる迷ってる。いやでもこれ友達だから多分話しようか。好きなタイプの子だ、ナンパしちゃおう。でいなくなるのかな、そのまま。ま幸せに。やーべえ、やばすぎでしょ、やばすぎでしょ、やばすぎでしょ。追われる、やばすぎでしょ。ちょい、あなたお見受けしたところ無知で無教のような単なるガキらしいので、無知かあえて教えしておくが、この石の並び方はいわゆる一つのストーンヘンジというものですぞ。テレビや雑誌でおなじみの UFO なんかもよく飛んでくるというあのストーンヘンジなんですぞ。わわわわわわわ、ラボ工場じゃん。絶対勝てないでしょ。あ、なんかあるね、なんかあるね、あそこ。これあとまた後から来るのかな、ここ。こいつ倒せないよね多分。あ、鉄心以外のものにはこの場で、あ、そうか、行くしかない。まあ、見たところ気候種ではなさそうですけどね。あいつは敵だと。あーでここ研究所。でもこっからどうすんのっていう話。あれ、アンドーナツ博士父ちゃんですかね。はい、次回話しかけたいと思います。